明日天気になれ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は定番の食器を紹介します。まずサイズや形がいろいろあるのが特徴です、うん、でこちら、これは木ですよね。こちら木、木に見えますか？木に見えます。え、木じゃないんですか？実はこちら木目調に仕上げた食器になってます、はい、木ではなくて、はい、プラスチック、あ、ポリエステル樹脂、あ、本当になんか木みたいなんですけど、はい、木だとやっぱりあの、なんですかね、水につけといたらすぐなんかかびちゃうとか、洗うときにすごく気を使ってしまったりすると思うんですけど、こちらなんかあの食洗機を使えて、あと電子レンジも使えて、便利な。電子レンジは助かりますね。助かりますよね。ご飯とか温めるときとか、このお茶碗使えたっけみたいなのがあるので、あります。で、あと落としても割れない、割れづらいので、お子さんの食器とか、なんか子供っぽいのがちょっと嫌だわみたいな時とかも、こういうのとかだったら大人のお母さんお父さんと同じので使えるので、なんかみんなで揃えて使えたりもできると思います。ワンプレートもいいですね。そうなんですね。キッズプレートっぽく。耐熱温度がマイナス20度から140度。へえ。幅がすごいですね。グツグツですね。技術がすごいですね、これを作る、うん、あ、メーカーが昭和さんだ。昭和さんっていうメーカーさんになります。ランチボックスで有名な、ランチボックスで有名な全部ですね、ずっと定番ですね。ずっとありますね。すごい歴史がある、うん、シンプルなデザインなのでもずっと使えますよね、うんうんうん、揃えたい感じですね。1個買っちゃったら家族みんなで全部揃えれる。大きさがいろいろあるのがいいですよね、うんうんうん、こういうのとか、うん、かわいい。お値段どれぐらいですか？お値段がこちらで700円、うーん、とかこちらで500円。でもチンできるって考えたらすごいいいですよね。ちなみにこちらのプレート、こちらもなんですが、仕切りとかこうちゃんとついて1000円、うん、素晴らしい素晴らしい。長く使えるし撫でるですね。全部ちっちゃいこちらは1000円以下です。なので揃えやすいですよね。そしてなんとこんなに安いのに日本製日本製ってやっぱり安心感ありますよね定番で、そしておすすめで、まあ、定番なのでもし壊れてしまってもお店に来たらあるみたいな、うんうんうん、なのがすごくおすすめですね。木ですね、うん、木ですよね。木です。木です。すごい、うん、触った感じも一見そんななんかツルっとはしてるけど、うん、安っぽくない感じの、うん、メラミン食器とはまたなんか全然違う感じの感じですよね、うんうん、もう低単価でこんなに質が良くて、質いいよね、質がすごい、子供から大人まで使えるのがすごくおすすめです。はい、はい、よろしくお願いします